英雄の誘致。王都で功績を挙げた人間を真の英雄として認める。兄さん！おほ、愛しき我が妹、そんなに慌てて何があった？鼻水が垂れてるよ。垂れてません。そんなことより王都に行くつもりじゃありませんよね。無論行くとも、世界がこの眠れる獅子アルゴロートを求めている。やめてください。バカなことしないでください。弱っちい兄さんが英雄になんかなれるわけないじゃないですか。フィーナ、なんですか、いきなり改まって。確かに私は腕っぷしが最弱で、無知猛舞に大言壮語、夢見がちに加えて妹に尻拭い押し付けるクズかもしれない。自覚あったんですね。だがこの英雄への思いだけは誰にも負けないと自負している。つまり私は英雄になれる。一瞬で飛躍しましたけど。それにフィーナだって運動不足でお肉のたるみが気になる年頃だろ。私と旅に出れば体型も元に戻るさ。怒りますよ。殴ってるから。怒るを飛び越えて殴ってますから、フィーナさん。フィーナ、私は英雄になりたい。知ってますよ。ずっと前から、ずっと言ってるじゃないですか。そうだ。私は常に英雄を求めていた。いや、世界こそが英雄を求めている。風の噂を聞いたか？西の国オルランドが落ちたらしい。南のオアシスも竜の息吹によって枯れ果てた。霊峰は燃え、妖精たちは山を降りることを余儀なくされたと聞く。フィーナ、お前の体に流れる半分の血が今も泣き叫んでいる。大地は蹂躙され、海は汚され、空さえも石鹸された。恐ろしい魔物によって世界は支配されようとしている。だからこそ英雄が必要なんだ。この世界を照らす一筋の希望が。弱っちい兄さんがなる必要ないじゃないですか。そうかもしれないけれど、それならそれで王都に集まる英雄候補の顔を拝みに行くのも有意義なものとなる。それに王都の周辺には精霊の祠があるという伝説を聞いた。そちらにもぜひ行ってみたい。ただの観光じゃないですか、それ。妹よ、今こそが旅立ちの日だ。魔物から逃れ置いて朽ち果てる日を待つのはやめにしよう。私たちの故郷に誓うんだ、栄えある未来を諦めないこと。口だけはうまい兄さん、そうやって私をいつも振り回す。優しい私の妹、そう言っていつもお前は私を助けてくれる。さあ神々よ、見ていてくれ、このアルゴノートの旅立ちよ、未来の英雄の偉大なる第一歩。偉大なる一歩を踏み外しました。村との感動の別れも済ませた。これで何も思い残すことなく出発できる。村の皆さん、子供の扱いみたく軽く送り出してましたけどね。さあ、つづるぞ英雄日誌、このアルゴノートの記念すべき旅立ちを。英雄アルゴノートは新たな伝説となるべく、その日冒険へと旅立つのだった。まだ英雄になってないじゃないですか。細かいことは気にするな。さあ行こう、大いなる旅路へ。
さん、どいてください。契約に応えよ、神羅の風よ。我が命に従い、敵対者を投げ、ゲリルブラスト。おお、エルフの魔法習得するのになんかいろいろ大変な妖精の秘術をハーフの身で使いこなすとは、さすがフィーナ。兄さんがヘナチョコすぎて覚えるしかなかったんです。あと説明が雑です。私より前に出ないでください。全部吹き飛ばしますから。はーい。続きましたね。爆殺凍結感電子。フィーナ、魔法を打つ時だけ目の色変わってない？魔力バカ的な、イエーイとか言って。言いませんよ、そんなこと。いいなあ、フィーナ魔法が使えて。ああ、天より見守る神々が私にも魔法を授けてくれないだろうか。そんなことあるわけないじゃないですか。それにしても、魔物がこんなところにまで現れるなんて。以前はここも安全だったのに。どこもかしくも魔物の支配が迫っている。ゴリラみたいな傭兵でもいないとおちおち旅もできない。フィーナみたいな。私はゴリラでも傭兵でもありません。いい加減にしないと怒りますよ。いやー、姫、行くぞフィーナ。女性の味方、このアルゴの男が助けに行きます。ちょっと、一人で突っ込んでどうするんですか。大丈夫ですか、美しい人。魔物はこのアルゴの男が追い払いました。血だらけで笑ってる。あと目が怖い。来ないで。怯えさせてどうするんですか。あと兄さん、おとりになってただけですから。倒したの私ですから。まったく、いつも女性の前では格好をつけようとして。あ、兄さん危ない。女を捨てず、盾となったのは認めてやるが、爪が甘い。私がいなければ、命が二つ大地に帰った。無力をひけらかすな、タダ人。虫唾が走る。君を。十字？ウェアウルフ？ヒューマンの領域で会うなんて。って、さっきから何なんですか。兄さんを侮辱して。確かに兄さんは口だけで見えっ張りで、女の人にはだらしなくて、逃げ足くらいしか取り柄がない。最弱も最弱ですけど、無効密な行動がたまにいい方向に転ぶこともあるんです。フィーナさん、微妙にかばっているようで、無論に死体蹴りしているお前の方が私の心をザクザク削っている。待ってくれ。私に君の名前を教えてほしい。知る意味がない。貴様のようなただ人と、もはや縁が交わることもないだろう。いや、意味はある。私は助けてくれた君に礼を言いたい。真の礼を伝えるには、その者のマナを知らなくては。口だけは達者のようだな。有利だ。
北方の地のローの部族、族長、ローガの長子。貴様は？私はアルゴノート、英雄になる男だ。英雄？では貴様も、王都を目指す者か。それじゃあ、まさか、あなたも？あの！おっと！申し訳ない麗しき人。お怪我はありませんでしたか？さあ、お手を。助けていただいて、ありがとうございます！どうか、お礼を。必要ない。戦えない女は、我々の中でも蔑視の対象。すぐに巣へ戻れ。目障りだ。そんな。が、つい今しがた、先立つものが尽きた。お前を里まで送る代わり、食料と交換してもらう。相応の物々交換だ。いいな。はい、ありがとうございます。